老师好。你好。金浩同学，你的梦想是什么？先挣钱，实业报国。今後一切読書会には関わらないです。你真的认为你们会取得这场战争的胜利吗？もうこれ以上続けないで。じゃないと私たちの大切な人を傷ついていくだけ。準備ならできてる。俺は島田家の跡取りだ。